海上特別市は、朝鮮民主主義人民共和国南部にある都市。高来の大王都として、また、商業の中心として栄えたことである。南北共同の工業団地として建設された、海上工業地区を有する。朝鮮戦争の休戦後、周辺部も含めて、長らく北朝鮮の直轄市として扱われてきたが、2003年に、公海北道に編入された後、2019年に、 再分離し、現在は道に属さない、特別市に位置づけられている。推定人口は約35万人。2002年までの海上直轄市公海北道時代の海上市朝鮮八道では、軽軌道に属し、朝鮮半島の主要都市の中では、最も半門店に近い位置にある。地域の東はそのまま、軍事境界線になっている。海上市街地から、 半門店までの距離は8キロメートル典型的な城郭都市であり、歴史的にショートとして知られていた。市内には、高麗時代の遺跡が多く残っている。市街地周囲は小学山、高徳山など松の多い山に囲まれているので松戸と呼ばれることがある。韓国政府の協力により2000年代以降、工業団地の建設が進み、軽工業が盛んで、 韓国企業も多く進出した。しかし、韓国との関係悪化により、工業団地の生産が停止されるなど、不安定な状況である。朝鮮人参の産地として有名で、人参種は北朝鮮の主要な輸出品となっている。儒学の最高教育機関であった、青金館が残るほか、王権王領、観音寺、高麗王宮の宮殿の祈団跡である、満月台、 海上南大門、旧市街に架か,かる石橋であり、後来に忠誠を尽くした学者、政治家の定務衆が、理政系側の人物に暗殺された場所である、全築橋などがこの町の歴史的な見どころである。2区域、31道、39里を管轄する。海上青金館、かつての儒学の学院会場南大門くだらがこの、周辺まで支配していた時代は、 冬飛骨城と呼ばれており、高栗時代を経て統一白木の757年に、地名を、海上軍と中国風の漢字2文字に改めた。市街地には、小学軍が置かれており、三国式によれば、海上軍と小学軍は別個の軍であった。白木末期、小学を本拠としていた豪族の王権は、軍友の一人である旧英に投降してその部下となり、旧英を迎え入れた。 九英は九百一年に小学で、後、高句利用を称した。九英はやがて鉄縁に投打すが、暴虐さを増したため、九百十八年に王権は、反乱を起こして、彼を殺し、その勢力を継承して、高来を建国した。王権は、翌九百十九年に首都を、故郷、小学に移し改修と改めた。改収には、王の居住する受賞軍のほか 仁徳宮樹徳宮などの宮殿があった。1015年に僧に使わされた格元は三五線をくだらぬ民がいると語っており、高麗後期、モンゴルの侵攻により高下塔への戦闘を余儀なくされた30年間を除き約500年にわたってとだった。その後、駒が滅亡し、李氏朝鮮を建国した李世家が塔を現在のソウルに移した。 李氏朝鮮の時代も会場は朝鮮の重要都市であり続けた。1910年からの日本合法期の1930年には会場府が置かれた。朝鮮を統治した日本の朝鮮総督府は朝鮮半島の社会基盤の整備に注力した。形状と改められたハンスンは近代的な都市として開発が進むのと歩調を合わせて鉄道の敷設によって会場は 形状都市圏となった。そのため、形状と会場の間は、鉄道の不設と都市化によって形成された、通勤通学圏として、結びつきが強固になった。さらに、高麗人参の産地として、地域住民の所得が高かったので、会場の、朝鮮女性の多くが化粧や衣服など身なりに気を、使うようになっていた。そのことは、化粧品ビジネスに有利な環境であり、美顔液や、 クリームなどがよく売れた。1945年の日本の連合国に対する敗戦で、朝鮮半島における日本統治は終焉したが、代わって第二次世界大戦の連合国による統治が始まり、北緯38度線上を境に北はソ連が、南はアメリカが統治した。分割統治は当初一時的なものであったはずであった。しかし、ほどなくして、 米素間で冷戦が始まり、連合国による分割統治中に南北それぞれで政権が立ち上がった。南北の境界は北緯38度線上に引かれていたため、この時点では北緯38度線以南にある海上の中心部は大韓民国側の統治圏内だった。また当時、人々の南北間の往来も盛んではなかったものの可能ではあった。1 9五十年に、 朝鮮戦争が始まると、海上は真っ先に北側の朝鮮人民軍の手に渡った。その後アメリカ軍を中心とした国連軍が応戦したことで一時は、海上全域が南側のものとなった時期もあったが、北側にも中華人民共和国から中国人民志願軍が参戦したことで、国連軍は後退し、海上は再び北側のものとなった。その後の国連軍の反撃で、 再び戦線が北に押し上げられたが、南北の軍の最前線は海上のすぐ南で、降着した。1953年、半門店での急戦協定締結により、朝鮮戦争は停戦となる。それ以来、人々の南北間の往来は、絶望的となった。さらに、軍事境界線は、北緯38度線からややずれていたことから、戦争前は、 南側の韓国の統治圏内だった会場は、戦争後は北側の朝鮮民主主義人民共和国の統治圏内になった。会場の人々は戦争の際、南に逃れた人もいれば、会場に泊まった人もいた。この結果、南北間の離散家族は会場出身者が最も多い。また、韓国政府統治範囲で首都圏を形成している旧経営道所属地域の中では、 会場だけが例外的に軍事境界線よりも北に位置している。このことや軍事境界線に最も近い主要都市であることから会場とその周辺地域は北朝鮮においてどの道にも属さない海上直轄市として1950年代半ばから行政がなされてきた。2002年までの海上直轄市の行政区分は以下の通りであった。 2003年、海上市の一部と板門軍が、特区海上工業地区として再編されるとともに、海上直轄市が解体されて、公海北道へ編入された。一時期、海上特急市が設立されたという報道もなされたが、現在は海上市として公海北道に属しているとみられる。海上工業地区の中には、ソウルと全く同じバスが走っており、 コンビニエンスストアもあったが、長距離ミサイル発射、核開発を受けて、韓国との関係が悪化して、2016年に韓国側に閉鎖措置が取られたため、同地区で韓国企業による工業生産は停止している。政権交代後も再開しないことを北朝鮮は批判し、再開要求をしている。2019年10月には、平木豊軍と共に、 公海北道から分離し、会場特別市となった。王権王領この節の出展会場を旧市街にある民族旅館高来のことである会場は、観光地としても有望な場所であり古くから外国人観光に開放されている。平壌を観光する外国人は合わせて会場を訪問する事例が多い。高麗時代の城壁、王領、教育機関などは二0 1三年に、 会場の歴史的建造物群と遺跡群として世界遺産リストに登録された。2005年8月にソウル発の日帰り試験観光が実施された。その後北側に支払う観光料などの条件面で交渉が続いた。2007年12月から観光会社の現代画山が実施する韓国側からのバスによる陸路での観光は開始された。愛韓民国国民は 大韓民国旅券ではなく、観光省を携帯する。外国人も参加可能であるが、外国人は旅券を持参する必要がある。2008年11月28日をもって、海上観光は中断された。これにより、すでに中断している、金剛産観光も含め、韓国側からの北朝鮮への陸路観光が全面中断することになった。 会場の中心部ソウルからの会場への鉄道は2003年6月までに修復され2007年5月には列車の試運転が行われた。同年12月からは会場工業地区に隣接する板門駅と韓国側の3駅との間で貨物列車が土日曜日を除いて毎日一往復運行されていた。しかし北朝鮮側が 南北間の列車往来を中断すると発表し、2008年11月28日から再び中断した。以後列車の定期運行は行われておらず、また旅客列車が往来したこともない。ありがとうございます。